ほんの30分ほどね。あ、ごめんごめん、ちょっちママに捕まっちゃってね。うん、あら、なにそのペンダント、ダッサダサね。あ、これ誕生日にパパがくれたの。お父さんって内調の？そう、肌身離さず持ってろって。なんかすっごく大事なものらしいの。ダッサいけどしょうがないわ。でも透き通るようなブルーね。うん、吸い込まれそう。日に日にブルーが強くなっていく感じ。ほんと不思議な感じね。ところで、何よ。彼氏とはその後どこまで行ったの？セックス。そう、いつの間に。放課後に教室で。そう、早かったわね。この間キスしたばっかりだって。うん、自分でもいない。でもその時から予感はあったの。ああ、この人と寝るのかなって。覚悟はしてたのね。で、その時彼にずっと触れていたいと思ったの。あとはわけわかんなくなっちゃって、気がついたら全て終わってた。覚えてないの？床って割と冷たいのね。彼はあったかいけど。そんなもんなの？そんなもんだった。変わんないのね。わかんない、どうもいまいち実感を伴わないのよね。でもなんか少し大人になったような気もする。これでナディアも大人の仲間入りか。そうかな、なんかしっくりこないな。だって子供と大人のボーダーラインなんてよくわかんないじゃん。別に成人式から大人ってわけでもないだろうし、下から大人ってわけでもないような気がする。でもなんかあんだろうね。それが何かいつかわかる日が来る。それが大人になるってことじゃない？さすがリツコ、達観してるわね。十分大人じゃん。そう？でも意外だったわね。ラストだと思ってたナディアが一番最初とは。世の中わかんないわね。そんなにあれかな。そうでもないわよ。ま、何はともあれおめでとう。めでたいのかな。